はい、皆さんこんにちは。大宮アルディージャの原博美です。今日、皆さんにお約束していた、監督交代についての記者会見を先ほど行いました。その中で、いろいろ話したこと、本来であればダイレクトに皆さんに伝えたかったんですけれど、それができなかったので、これからその内容の主なものを皆さんに伝えたいと思います。質問形式で行く方がいいかと思いますので、広報の方から、記者から出た質問をしてもらって、それに私が答える形を取りたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、まず監督交代についてお願いします。はい、僕が4月12日ですかね、ここのクラブに就任をして、当然ですけれど、それまで3分け6敗という成績の中で、僕も一緒になって前監督であった下田監督、コーチングスタッフ、フロントと一緒になって、改善をしてきました。で、その改善策は一歩一歩ではありますけれど、その後の勝敗は琉球戦まで入れれば4勝3敗、2分け、確実に出てきているのは間違いないと思います。ただこの大宮アルディージャをもっとこう強くたくましく、あるいはその失点を少なくする、そしてこうチームの一体感、躍動感というものを出すためには、このタイミングで、監督を変えるという決断になりました。下田監督だけのせいとは全く思っていません。むしろ選手や クラブスタッフに話したのは、全員変えることはできないので、下田監督を変えて全員が変わっていく、下田監督には感謝しかないという話をして、ここから皆さんご存知のように相馬監督は、ディフェンダーでありましたし、守備が本当にこう構築をできるタイプであります。そしてその、ベルディ戦見て分かったように、この強度とか一体感とかっていうのは練習1日2日でも出してくれることができました。で、今日の練習でもまたその辺をしっかりやってくれると思いますので、その理由がこのタイミング、残り試合との兼ね合い、そしてここで天皇杯がある、あらゆることを想定した中で下田監督に代わっていただいたという形になったということを、いろんな考え方あるんですけど、理解していただきたいというふうに思います。残りシーズンの目標を、はい、チームの目標をお願いします。ちょうど、下田監督にやってもらったのは18試合で、その時に首位だった仙台は18試合で勝ち点が36で、我々相馬監督とも話してますし、全員で目指そうと言ってるのがあと残り24試合だったので、仙台と同じように1試合あたり勝ち点2を加えると48になりますよね。で、それで17対48で65を目指したいっていうふうに考えています。そのラインが過去の J2 を見るとプレーオフに行けるか行けないかギリギリのラインではあるんですけど、そこを目指して今は戦っていきたいというふうに考えています。会見の中で原さんも相馬監督もサポーターやメディアの方に練習を公開する機会を作っていきたいとおっしゃってましたけど、はい、その点についてはどうでしょう。皆さん来ていただければ分かると思いますけど、ここは非公開はほぼ無理です。ただコロナの問題があったりいろんなことがあるので、今まで週1回だけという形にしてたんですけど、むしろ多くの人に地元に愛されるために、このクラブがもっともっとこうオープンになっていくためには、練習をできるだけ公開をして多くの人に見てもらって、選手たちがどんな練習をしている、どんな風に選手のコンディションがあるというのも見てもらって良いと思ってますので、公開練習はどんどん増やしていく方向です。ぜひ見に来てください。下田監督、僕は1年間だけしかお世話になってないんですけど、この在籍期間はとても候補のことも気にかけてくださって、素晴らしい人柄だったんですけども、原さんは長い間下田さんの付き合いがあるので、下田さんについてこれやっていきますでしょうか。琉球戦の後、彼にこのクラブハウスで監督交代するっていうのを伝えました。でも彼は本当にプロフェッショナルで、もうその話が下田監督に話した後、コーチングスタッフ、トレーナー、総務、広報、その
皆さんに話した時にはもう机は綺麗になっていました。本当にプロフェッショナルな男だと思いますし、まあ、このクラブのことを誰よりも考えてくれたのは間違いないっていうのは十分理解してます。まあ、むしろこのピッチ上のことだけよりもいろんなことを考えてここまでやってきてくれたと思いますんで、まあ、次の日の挨拶でもこのクラブで指揮を取れてみんなと戦えたことを誇りに思うっていう話と、またどっかで自分もまたもう一回勉強し直してやり直してどっかのクラブでやりたいんで、またスタジアムで会おうとピッチで会おうという話してましたんで、まあ大丈夫でしょう。僕よく知ってますけど、どうなっても生きていける男なんで、たくましい男ですから。まあでもこのクラブで去年残留してくれた、そしていろいろ厳しい中でまた今年スタートからやってくれたことにクラブ全員感謝しているし、またどこかで指揮を取ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。ありがとうございました。はい、それでいいですか。はい、こういう機会をできるだけ増やしたいと思っています。皆さんからの要望とか質問あれば遠慮なく言えることを伝えたいと思いますので、で練習公開の日も増やしていきますので、ぜひ練習場にも来ていただいて、あとはクラブハウスだけじゃなくて、ナックファイブですかね。相馬監督もあるいは我々もあそこを満員にするようなサッカーやりたいです。そのためにいろんな厳しい決断をしたので。ナックファイブでやっぱりみんながこう勝ち負けはあると思うんですけど、みんなが一緒になって戦える、アグレッシブで気持ちがこう伝わって一緒にこう戦ってるっていう試合をやりたいんで、ぜひナックファイブに足を運んで、今度水戸戦になりますかね、6月の何日だ、4日です、4日か、あの辺りまでにはさらにいいチームになってると思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。